にあせよはい、ということで、はい、どうもこんばんは、マキリです。はい、ということでね、韓国今来てるんですけど、今ね、自分が泊まってる宿のすぐ近く、もう本当にね、ソウル浴の近くなんですよ。で、もう後ろ側がもうまんま、これロッテマートですね。ロッテマートなんですけど、なんとですね、すぐここの近くになんか散歩コースみたいなとこがあるんですけど、まあ、そこにね、サナちゃんの木、サナちゃんのために植えた木があるんですよね。トワイスサナツリーみたいな感じで書いてるんですけど、それがここにあるっていう情報をね、ちょっと今回お話を聞いたんで、うわこれは行かなきゃと思って、ちょっと今からね探しに行きたいと思います。はい、でまんまここなんですけど、今ですね、もう携帯でほらライトつけながらなんですよ。ライトつけなきゃもう僕ブルーマンなんですよ。 やばいでしょ。だから今片手カメラ持ちながら、片手今携帯持ってみたいな異様な雰囲気なんですけど、もう夜ねもう1時過ぎてるんで、まあ、このぐらいの時間だったら大丈夫かと思います。じゃあ探していきましょう。でね、なんかそこら中に木はあるんですよ。ほらこういう感じで色々と木がバーって今並んでる感じなんですけど、この中の一つがサナちゃんの木ですね。どこら辺にあるんだろう、ちょっと調べてみますか。なんか5番エレベーターの近くにあるらしいですね。でこれはソウル駅から隣の地下鉄フェヒョン駅まで続くなんか約1キロある歩行者専用の高架歩道橋らしいですね。青ですごいな。でサナちゃんの他にもエクソのスホ、チェン、2PM のジュノ、少女時代などいろいろなアイドルや歌手のファンがプレゼントした木もあるらしいですね。それでは早速探していきましょう。いや木をプレゼントするってすごいっすよね。なんか本当韓国の文化って本当面白いなって思います。不思議なことばっかり見当たらないですね。違うかこれは、違うか違うか、ちょっとマジで難しいな。どっかないかな、どこなんだろう。サナちゃんの木はどこですか。ないよ。キムヨンスって書いてる人の名前。찾아요ねえ、뭐찾아요찾아요뭐아일본사람ダイアリーねえねえみんちゃん、あサナツリー、어디에요サナツリー、あトワイスサナアイドル、K-POP アイドル、ああ、없어요。あ、もら、ね、感謝합니다。あ、日本。日本サラン。サナちゃんの木、おでえよ。めっちゃなんか叫んでる女の人いる。怖い怖い。可愛かったけど。どこだろうマジで。え、ここら辺とか違う？おそらくここのエスカレーターの近くだと思うんですよ。マジでないですね。見て、トワイスサナツリー。いや嬉しい、見つけました。これですよ、これ見える？トワイスサナツリーって書いてます。あーすごい、これファンの方から。20歳の誕生日ですね、2016年ってことは。僕と同い年なんで、2016年20歳の誕生日の時にファンの方に。ん？違う、2010、合ってる合ってる。二十歳の誕生日にファンの方からプレゼントっていうような形でね、前 V ライブでやってたやつですね。ここら辺歩いてセミ嫌いとか言ってた回じゃないかな。セミは生きてる友、生きてる友達、生きてる動物とか全部私友達って呼ぶんですよ。セミはちょっと呼ぶんやけど、セミは友達って呼びません。セミ嫌だ。セミは友達なれませんみたいな言ってた回だと思うんですよ。せっかくなんで一周回ってみましょうよ。おーおー、木は木ですね。で本当に場所はですね、5番エスカレーターのとこからもう目の前だ。めっちゃいい場所だよね。ということで今日の動画はここまで。みんなも来てみたいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで今日の動画はここまで。また次の動画で会いましょう。じゃあね。おでえよー。